レオポルト・カール・ミュラーはオーストリアの画家である。オーストリアのオリエンタリズム美術を代表する画家でエジプト・ミュラーやオリエント・ミュラーの異名がある。ドレスデンでウィーン出身の版画家の息子に生まれた。ウィーン美術アカデミーでカール・フォン・ブラースやクリスティアン・ルーベンに学んだ。父親が没したためウィーンで創刊された風刺雑誌。 フィガロの挿絵画家として1862年から5年間、働いた。1861年に、ハンガリーを旅したのを始まりに、イタリアをしばしば訪れ、ベネツィアに滞在した時には、友人の画家、アウグストフォン・ペッテン・コーフェンと共同でスタジオを構えた。パリに滞在した時、文筆家で、オリエンタリズムの画家のウジェーヌ・フロマンタンの作品を知り、中東の風俗に興味を持った。 1873年からしばしばエジプトに旅し、エジプトの風俗や風景を描くようになった。1875年から1876年の冬の間、カール・ルドルフ・フーバー、フランツ・ォンレンバッハ・ハンス・マカルトとカイロの総督が提供したスタジオに滞在した。カイロを訪れていた後のイギリス国王エドワード7世と知り合うことになり、 ミューラーの作品はイギリスで知られるようになった。ドイツのエジプト学者、小説家のゲオルク・エイバースの小説の差し絵も描いた。代表作は、エジプトの史上である。妹のマリー・ミューラーとベルタ・ミューラーがいる。1890年から1891年の間、アカデミーの校長を務めた。作品は、ベルベデーレ宮殿オーストリアにアラリーなどに収蔵されている。 ありがとうございます。